毛利領10カ国のうち5カ国を織田のものとする。それが和睦の条件だ。そんな条件に素直に応じるとでも。今日で何か起きたのでは。あなたたちを人質とすればもう少し譲歩してもらえるでしょうか。捕らえるならば捕らえ。だがこの者は俺の従者だ。捕らえても殺しても何の益にもならんぞ。この状況で友をかばうとは見事な心意気ですね。和睦を受けましょう。これで秀吉様は背を気にせず光秀の元へ向かえる。だが死んでしまっては秀吉様を守ることもできない。三成、俺をかばってくれたことは嬉しい。だが無茶はするな。自分が生き延びることだけを考えろ。秀吉様の天下を見たいのであれば。天正10年、天下人織田信長は京の本能寺にて家臣明智光秀に討たれた。信長家臣羽柴秀吉は主君の仇討ちを果たすべく毛利攻めを切り上げ、中国地方からの大返しを敢行。石田三成、大谷義次ら若き子飼いの働きもあり、光秀の予想を上回る速さで畿内に帰還した。対する明智軍は決戦の地山崎に着陣するや、用地天王山に陣取った羽柴軍を奇襲、山を奪取する。羽柴軍は地理的優位を失った。この苦境を覆せるかは義次ら若い力にかかっていた。盟友の将、山崎の戦い。時の流れには逆らえぬ。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。行こう、義次。俺も出る。武人が我が軍に有利、山頂より一気に敵本陣を落とすのです。明智軍は天王山に陣取り勢いづいている。俺が山頂を奪取し戦意をくじいてやる。無茶をするな。
こういった点につくのか。地元に敵を引きつけておくから慎重に進む。山頂を奪わない限り巻き返しは厳しい。つまり山頂さえ奪っちまえば俺らの勝ちってことだろ。しゃあ水なりの周りなら随分と前のめりの練習が多いし、山頂を確実に奪うには伏兵がいるな。山力砦にいる者に頼むことだ。山頂から誘い出さねば偽の伝令を仕込む。見合う山頂に踏み込めば返り討ちになる。火を待つよな。何か策があるのか。分かった。無謀な真似はするまい。今かの戦いが激しくなっているようです。山頂は狙ってこないのでしょうか。申し上げます。敵羽島軍は麓を抜け我ら明智軍本陣を攻める模様。なんだと。麓の守りを固めねば。開門。これで潜ませた伏兵が役に立つのだ。奴らを山道に誘い出して叩くとしようか。うまくかかってくれたようだ。ここで伏兵の出番だ。楽しみだよ。愚か者が。手道の敵は一掃したな。あとは木を待って山頂を攻めるだけだ。この方は見事と言えましょう。どういう流れ。いい流れを引き込めたか。に勝負いたせ。山頂を奪うのだ。開門。あとは山頂さえ抑えれば形勢を逆転できる。分かっている。敵が使っていた抜け道がある。そこを抜けて敵本陣に攻め込んでやろう。よくあった。バカ、どっから敵が出てくる。
るかわからないぞ。この程度の戦果、誇れる気がせんぞ。義経、やはり頼れる男だ。流れに乗ったまでも ようやった。戦もはかどるわ。開門。天王山の山頂を奪った。そうだぞ、あとは光秀を討ち取るのみだ。歴史で突っ走っているが、戦場をよく見えていく。面白い男だ。友のため、俺も時代に抗おう。狙うは秀吉の本陣。開門。この戦に敗北。僕は許されない。邪魔する者は私が排除する。四国勢が動いては結局本陣に戻された。ここまでの空戦が無駄になる。あの人に影響されたわけじゃないけど、私も一肌脱いじゃったね。敵だ。もう終わりだ。山頂に向かっている敵も四国勢か。ならば元近さえ撃てばまとめて崩せる。つまらぬ敵だ。もう終わりか。章を撃てば隊は崩れる。さすがは義経、これで進みやすくなった。元塚がやられてしまったのじゃ。味方本陣の危機は乗り切った。あとは敵本陣を、あの砦を落とせば道は開ける。おっと、見つかっちゃったみたいだね。
誇れる気がせんな。義経、やはり頼れる男だな。流れに乗ったまでも。天下無双、決して揺るがぬ。なんという強さよ。奴ならこの程度の功は当然だ。つまらぬ敵だ。もう終わりか。その知略最高、並ぶものなしだな。敵将、討ち取ったり。これで邪魔な敵は大方排除できたな。もはや後には引けぬのです。この戦に勝ち、私が新たな天下を作る。開門。流れは見えた。残すは光秀のみ。義経、ここまでの支え、一応礼を言う。お前とならどんな敵にも勝てる気がする。勝てるといいけど、そういう流れだ。お前は俺を使えば光秀は必ず打ち取れる。これで敵本陣までの道は開けた。この勢いで光秀を討つ。攻撃作戦は順調に進んでいるが、麓の部隊も進軍を早めるから。流れに乗ったまでのこと。いい流れを引き込む。なぜ相手となる。よし、そこにいたな。お前は気配を消すことにかけては達人だな。気配を消していたつもりはない。流れに乗ってまでだ。いい流れを引き込めたか。分かっている。戦救援こう。諦めぬ。俺は最後まで諦めぬ。
私は信長様に誓ったのです。この手で新たな世を作ると。たとえ流れに背こうと、私は信長様にさえ背いたのです。流れを抜き、背き切ってみせる。知力を尽くす。この戦に秀吉様の天下がかかっている。何としても勝たねばならぬ。お前が進化を発揮するのは秀吉様が天下を取った後だと思う。俺は武働きに不向きだ。見てみろ、必ず武勲を上げてみせる。走るか。危なっかしい男だ。最後まで諦め。慎重に進軍。どけどけどけ男福島、ぶっこみかまつけ。散るがいい。次に行かせておくか。肩を。この程度の戦果、誇れる気がせんな。この勝利は必然。流れは最初から秀吉様にあった。これで新たな時代の中心に秀吉様が立つことになるのだな。これで天下人は秀吉様に決まった。なぜそう言い切れる。正則でもあるまいし、一から説明せねばならないか。秀吉様は光秀を討ったことで主君の仇討ちを果たした。織田家中で逆らえる者はもうおるまい。柴田勝家はどうだ。織田の筆頭家老が黙ってはいまい。そして前田利家の動き次第で流れは変わるぞ。秀吉様と利家殿は友。懐柔すれば勝家も打てる。さすれば天下に秀吉様に抗する者はいなくなる。織田信長第一の盟友徳川家康がいる。秀吉様の拡大を許すとは思えぬが。家康は確かに戦上手だが、孤立させれば必ず勝てる。さすれば残りの大名など物の数ではない。四国、中国、九州、関東、欧州、全てを相手に戦い勝つというのか。その頃には秀吉様の力は今の何倍にもなっている。地方大名など敵ではないはずだ。義継、お前は秀吉様の世を望んでいないのか。そうではない。お前は頭がいい。だから先走りすぎる。結論をすぐに導き出す。不測の事態とは結論の前、過程で必ず起きるものだ。理想と現実は違うぞ、三成。そのことをよく頭に入れておけ。まるで俺の保護者だな。ご忠告感謝しておく。仕方のないやつだ。